上の歯をきれいにさせていただくお客様です。今回ですね、上の前歯の6本ですね、左のこちらの3番目の歯からですね、右側も同じく3番目の歯の、こちら6本の、ね、範囲を整えていきます。ちょっと安定してくださいね。で、裏側から見るとですね、こうして金属ですね、使われている、ここはブリッジが入ってますね。で、少し歯の変色をしてしまってですね、ちょっと黄ばんでしまっている部分ですね。あとは詰め物のこちらの変色、この歯の大きさですね、少しこう不揃いな部分を含めてですね、総合的に前歯6本を美しく描いていきます。ではちょっと噛んでくださいね。歯をきれいにさせていただいたお客様です。はい、今回はですね、上の前歯の、前歯ピンポイントの6本ですね、3番目から3番目までの、6本ですね、美しく整えていきました。ちょっと口開いてください。もともとですね、中から見た時に裏側に金属のですね、ブリッジが入っていたんですけども、はい、ここはね、金属のないダイヤモンドセラミックで美しく整えています。ちょっと噛んでください。今日はですね、歯の、縦の長さの部分ですね、少し下の歯に、かなり、かぶさっていて長く見えていた部分を、お口元のバランスに合わせて調和のね、取れた、前歯の長さに変えていきました。は今回プレミアムダイヤモンドセラミックでしっかりとですね、刃先に透明感を出して自然感のある前歯にね、描いていくことができました。